はい、ってことで始まりました、風間健の笑いの神風チャンネル。はいはい、今回は、はい、何ですか。いえいえ、何もないです。ごめんなさいごめんなさい、ちょ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 デシャバリなスタッフ。いや、ちょちょちょ、挟んでもうた俺が、ごめんなさい。デシャバリなスタッフとしてるやん俺を。自己紹介しときます。風間健の飛び出せ安藤です。しゃ、はい、ということでね、流してるやん、流してますやん。まあまあ、この前ね、ツイッターで、まあ皆さん見たと思いますけど、はいはい、安藤の思春期発言ありましたね。ありましたね。何ですか、止めて、俺の思春期止めてでしたっけ。いや、そんなことないよ。そんな思春期が止まらねえっていう、うん、ああ、うん、なので、その思春期といえば何かってことで、恋ということで、あ、うん、今回は第1回風間ケルズモテる男選手権です。よっしゃ、選手権、はい、選手権です。選手権だ、誰が一番モテる男かっていうことをね、だから第1回なんでね、はい、あ、1回目、はい、すごい、うん、記念すべき、はい、それはどういうこと、何をしてその決めんの。まあ、確かにモテる男の必須条件って皆さん分かりますか。何ですかね、分からん、分からないですよね。なんかお金とかそういうの。ああ、全然違います。え、あの、まあ僕だけ彼女いるじゃないですか。はいはい、うん、お二人いないですよね、うん、ここっす。なんで、あの、うん、今日は、うん、恋のね、教科書みたいな歌がありますね。歌が、はい、それがあのクリスタル系の、うん、恋に落ちた、懐かしいな。はい、俺ら世代もう完全にだから恋に落としていかなあかんわけですからね。あ、そうだ、はい、あ、まあな、あ、だからその相手を落とさなあかんってことな。はい、うん、で、その歌の中でやっぱ一番ここやろと。道に咲いた花にさりげなく笑いかける君が大好きでっていうこと。 A メロ、 A メロのとこちゃん、はい、それってことで、はい、モテるにはやっぱり道に咲いた花にさりげなく笑いかける力が必要なんじゃないかと。それを見たら好かれるってこと。はい、なので今日は誰が一番道に咲いた花にさりげなく笑いかけれるかをしっかりと検証していきたいと思います。検証、うん、まあ検証したいんですけど、はい、まあ、秋じゃないですか、はい、ちょっと見てもらっていいですか。その枯れてるんです。いろんなもんが冬に向かって花がないんですよ。何をヘラ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 しとんやん。いや、違う違う、ごめんごめん、めっちゃ怒られてるけど。何をヘラ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 、花ないのよ。何やチャラ、俺らと一緒、チャラか、ほんま、俺らと一緒で花ないのよ。何やチャラ、ヘッチャラ。じゃあみんなで探そうよ、みんなで。あ、いいね、みんなで探そうよ。なんで急に切れたの。よし、誰が一番最初に探せるか競争や。あ、じゃいや、花ないよ。じゃあ花探さんと、うん、ないで、その笑いかける選手権ができない。そうそう、できへん。どこにある、秋やで。ここ見てください、これ、まあ、あ、ありますよ。笑いかけるにはもってこいの花ですよ、これ。なるほどな、ちょっともうでかい花、うん、まあやっぱさすがないか、でかい花。ちょっと待ってください。あ、え、あるか、ここにもいっぱいありますよ。おー、あ、これめっちゃ綺麗、ある、すごい。スタートって言ってからで、ね、近くで見たらもう一番笑いかける花ですよ、うん、これ。じゃあ、じゃあちょっと先コブラやる。だからそのカメラを彼女やとせなあかんから、うん、その歩いてる感じで花見つけて、うん、その笑いかけるってことで、うん、いいですか。 OKOK、 じゃあまあコブラから、はい、コブラから、じゃあいきますよ、はい、ごめんな、今日もお金全部出してもらってありがとう、ごちそうさま。はい、オッケーだ。これです。これな、これが僕が彼女落としたさりげなく笑う、うん、えー、あ、そうなんや、はい、めっちゃ走ってったけど、どうぞ。いや、今日も大盛りラーメンいっぱい食べたね、今日もね、お腹いっぱい3玉食べるからやんか。お花や。お花。お花や、お花。はい、オッケー。どうや。いや、わかんないよ。お花やんって。なんなん。いや、可愛らしさ、私。お花やん。お花やん、お花やん。お花やん、言うの。お花。まあ、じゃあ俺か。あ、わかりました。じゃあ、ほんまにその、撮ってるね。道に咲いた花にさりげなくですよ、うん、大事なのは。誰もできてないです、今のところ。いや、疲れたな。まあでもちょっと串カツばっかりで飽きたけどな。あれ
あれ花ちゃん。オッケー。躍動感がありました。躍動感が。え、ちゃうんですかこれは。ちゃうんですよ。あのもう一回だけ僕るだけ取らしてもらって。あの土台にしようと思って。何がこれ永遠にやり続けなあかんすから。あのそんなことない。さりげなく笑いかける自分をやっといたら二人のやつが土台になるんで、うん、あやつの土台になってるんで。そうさりげ、まずお前がさりげなくなかったから。そうだそれでスタートしたからな。そうだから良くないんです。だから僕は最初にさりげないやつをやります。はい。だからこれ手前の方で僕やるんで、うん、だからもうほんまにさりげなくやるんで。じゃあ行きます。うん。ごちそうさま。いつもありがとう。ほんまに。これです。笑いかけてた今。別に笑いかけてた。ちょっと分からんかったけど。いやいやいや、分からんぐらいだからいいんすよ。そうな。花も映ってなかった。一緒に花も映ってなかったけど。花を映さんと、それはその、いやいや、違う。さすがに家族と。こんなん一緒なのに撮ってさ、ここまでこうやってやってたら全然さりげなくないもん。そう、花が分からへんかったからさ。なんかもうほんまにさりげない。あ、花あったんやな。ちょっと遠くから撮るわ。あ、そうやな。花あったんやなっていうぐらい。この人は花に笑いかけてない。ただ笑っただけやって。ただ笑っただけやって。さりげなく笑ってるやん。ただ笑っただけやったって。違う。じゃもう一回やってよ。だって妖怪が道に咲いた花にさりげなく、こんなんおかしいやん。ああ。うん。そうじゃないっすよ。はい。行きますよ。はいはいはい。いや違う。違うってなんか、いやおかしいって。おお、じゃやってみよほら。えそんな言うんやったらほなあんたよ。いやいやちょっと難しいな。バザーナーケルズです。バン。じゃあお願いします。オッケーです。オッケー。どうか言えや。ごめんなさい、あの撮るの久しぶりすぎて、ね、そっちに緊張しました。何やどうか言えや。どうやったか言えや。俺がどうですか。丸ー丸です。じゃあ最後野口さんで。はい。エントリーナンバー3番。そんななかったよ。ラブシ日本代表なかったよ。そんなお願いします。ガン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 。おおうおおう。元気ない。ちょっと よくない絵になってるって。なあ。えなんで今ちょっとここだけ切り取ったらしんどいなーってけど、お花見たらやった元気な。元気もそのあのちょっとだけ元気出てたみたいな。ちょっと元気出たみたいな。じゃあそれぐらいのあれや、うん、多分。あそんな言うと。じゃあ安藤さんもう一回やっていい。なんで俺もうええわこれ。もうええってもう。あじゃあ僕もう一回やっていいか。なんなんでもう一回やんのお前。エントリーナンバー1番コブラ。声でか。声でか。ちゃ俺んとこもんやって。俺んとこもんやって。あんた酔い道まで俺の時ももんやってんで。安藤さんまだ一回もやってない。いやいややったや。いやなんで俺やってないことになってんの。誰もうまくいかんやん。もうへんやん。いやもうそのどうなるんかなっていう。野村さん一回撮ってください。ほんだあの安藤さんもう一回やりましたから。映画とか好きなんですよね。映画好き。映画とかドラマこの子すごい好きなんですよ。これドラマ関係者の皆さん、うん、見てください。いらん撮り方したね。エントリーナンバー3945番。そんなオーナーやろ。そんなオーナーやろ。そんな多いねバカ。バカやろ。バカやろ。3人しかいねえよバカやろ。本当に。いらんなる。安藤さんの挑戦です。もう全然さりげなくないやん。もう全然どこ行く。どこええどこまで出た。花メンチ花メンチやろ。花メンチやってる。
長い長いな鼻メンチが負けや負けてる負けるんかい。おい負けたやつが威張って歩くなあのさ、信代さんが人笑いもしなかったです。いやいや笑って笑ったよ。顔では笑ってた。声は出してないけど声出そうよ。何やねんこれ。誰もうまくいってんやんけ。ということでね、うん、まあ、今日いろいろやってきましたけど、はいはい、うん、まあ、モテるってそんな簡単なもんじゃねえから。そうだよ、うん、まずね、売れてから考えましょう、モテるかどうか。ダメですはい、準備していかんと。だからさ、じゃあ今こうやってモテたいと思ってる子ら見てるかもしれんよ。はい、で、こんなん言ってるんですけど、この視聴者の性別に分けたらやっぱり女性 95% ちゃんと、うん、いや違うよ、え、男性な 75% ええー、そうや、これこのチャンネルは 25% の解析のやつ見たんよ。 75% 男性、あの今400何人よって、 75% が男性なんでってことで、ね、300キロ近く男性、はい、その男性の皆さん、はい、そんな簡単にモテられへんから、はい、まあ、みんなを日々街で花見つけたら、うん、笑いかける努力していこうってことで、うん、今日はこの辺で、うん、はい、おしまい。うるせえよ、ありがとうございました。